チャオ、マヤチャンネルへようこそ。今回のテーマは苦手な音型はこの方法でスムーズに弾けるです。例として、先日の小学3年生の生徒のレッスンでつっかえて弾きづらそうにしていたシラディックブック1の1番の練習課題から抜粋してお伝えしますね。シラディックは主に左手のトレーニングのために使います。特にシュラディックを導入し始めの頃は、何度も弾き直したり弾きづらい音型が出てきたりします。そのままでは引っかかってしまう弾き方が記憶されているため、ゆっくり練習しても少しテンポを上げるとまた同じように引っかかってしまい、なかなかうまく弾けないことが多いと思います。ではどうすればこの苦手な音型をうまく弾けるようにできるのかを順を追ってお伝えしますね。まず最初に弾きづらい箇所の確認をします。とりあえず一度ゆっくり弾いてみます。そして音型を立体的に考えてみます。動きのある部分、つまりメロディーとして聞こえる音型を取り出して、ゆっくりはっきり弾いてみます。メロディー部分をしっかりと意識するために五線紙に書き出してみると良いです。こんなメロディーが聞こえてくるんだなぁと分かったところで、音型のパターンをチェックしてみます。図形やパズルの組み合わせのように、どのような音型パターンでできているのかを確認します。19番1小節目前半と20番1小節目前半は実は全く同じメロディー音型パターンです。19番2小節目後半と20番1小節目後半も実は全く同じメロディー音型パターンです。19番1小節目前半の音型パターンを同じ小節の後半では同じ音型パターンで2度下げています。19番の最初の音型パターンを半逆行にしてプラス3度下げた音型パターンを同じく19番2小節目前半に使い、その後、1小節目とは逆に同じ音型パターンを2度上げています。先ほどの半逆行プラス3度の音型パターンを20番1小節目後半に使い、同じく2小節目前半に2度上げて使っています。そして20番2小節目の後半では、これまで出てきていない音型パターン、順次進行になっています。ここまでの音型パターンの説明、ちょっと言葉が難しいという方もおられたかもしれませんが、要は見た目、つまりデザイン的にこんな形になっているんだと理解し、イメージできれば OK です。元の楽譜にここまで見てきた音型パターンを載せると、このような感じになります。音型パターンを意識しながら、取り出した音型を何度もきれいに弾いてみます。
テンポはゆっくりのままで元の楽譜通りに弾いてみます。ちょっと間違えたり弾き直したりしていた時と感覚が変わると思います。最初に楽譜を見た時は大抵の人がやりにくいと感じるミの音、つまり4指で挟まれているので、そこにばっかり注目してしまい余計に弾きづらくなります。そうではなく、大事な音、メロディーとして聞こえてくる音型の方に注目することで実際に弾いた時の音の流れもスムーズになります。このように楽譜の見方、捉え方、つまりインプットの視点や角度が変わることでアウトプットの精度、つまり弾き方が変わります。ぜひ取り入れてやってみてくださいね。このチャンネルでは動作を分けて考えることでバイオリンのテクニックを習得しやすくしたり、ポジティブエネルギーの通し方を知ること、そしてボディ、マインド、スピリットを統合していくことでバイオリンが弾きやすくなる方法をお伝えしています。バイオリンを習い始めたばかりの方、また本気で基本を見直したいと思っている方は、見逃さないようにぜひチャンネル登録してくださいね。そしてよろしければ高評価いただけると大変嬉しいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次のマイアチャンネルでお会いしましょう。